あ、ダイヤ見つけた。お、またダイヤ見つけた。ナオさんめっちゃダイヤ見つけるじゃん。あ、ダイヤ見つけた。なんかみんなダイヤ運おかしくない？このワールドで初めてダイヤ見たわ。そして、僕のスキンを変えてみましたが、塗り残しを見つけてしまいました。食料不足だ。どうしよう。基地を、食べ物あげるからおいで。おお、ナオさん気が利くわ。はいどうぞ。スイートベリーだ。しかも64個も。スイートベリーのナオさんだね。スイートベリーのナオさん。今までのナオさんシリーズで一番可愛らしい。全員揃ったね。一つ言いたいことがあるんだけどいい？何？あのさ、いつか二人にドッキリを仕掛ける予定だから、ネームタグの表示をオフにしていただけると幸いです。そんなことしなくても、おとなしくスニークすればいいじゃん。その結果、悲惨な終わりを迎えたの忘れたの？ワースケルトンだ、倒せー。で、何がしたいん？ネームタグの表示をオフにできるの初めて知ったわ。おっとゾンビ、え、ゾンビ？階段登る勢いで突っ込んじゃった。よし倒した。急いでアイテムを回収せねば。普通に置けた。そこのかまどには触らないでね。これは？これは経験値かまど。バグかなんか知らないけど、経験値がかまどに溜まって大量にゲットできるんだ。へえ、じゃあ誰も触らないように、看板でメッセージを残しておこう。よしできた。これで誰も触らないね。あ、モンスターが来た。みんな燃やしてやる。なんだその戦い方。さあ、ゾンビさんも燃えるがよい。何してんの何してんの。うわなんか草の上燃やしちゃった。エンダーマンだ。うわ、目が合っちゃった。いやマジエンダーさん怖すぎ。うわー来たー。あれ、やっぱり来たー。もうクワで倒してやる。あ、ごめんミスった。あ、エンダーマン来た。いやめっちゃ痛いし。エンダーマンはどっか行ったので、スイートベリーのナウさん畑で食料を調達します。ゾンビにやられてる。後ろからバーンやられましたわ。そしてお次は初のネザー行きます。着火する瞬間は録画ミスしてしまいました。レッツネザー。足元が危険な可能性もあるから注意していこう。あ、案の定目の前マグマでしたわ。あ、これでピグリンには安心です。でもマグマやガストには無意味でした。なんか僕めっちゃ狙われてるんですけど。頑張れ猫丸。ガスト2体は普通に辛いです。まあそうだよねー。うわ、うわ、いや怖すぎー。よっしゃー、めっちゃ戦ってる。一体減らせたのはかなりでかかった。まあとにかく残り一体を倒そう。綺麗に避けるなや。てか熱いし燃えてる。そして死にそう。なんとか持ちこたえてくれー。あの野郎よくもやってくれたな。とりあえず、壁を掘って診療地を見つけるぞ。その方法が無難かもね。ガストが多すぎる。ガストってネザーの中で、一番害悪モンスターな気がする。他にはウィザースケルトンも苦手かな。あと地味にマグマキューブも厄介。だよねー。スライムと違って、最小まで分裂しても、攻撃してくるのが厄介。ということで、これが、我々のネザー害悪モンスターズです。ウェイ、こんにちは。怖すぎ。あ、ネザー一番の害悪はマグマでしたわ。あ、別の方向に橋作るから、ネザーラックちょうだい。はい。はい、出ましたガストさん。な。忙しすぎ、橋作るのやめようかな。あ、森に繋がった。お、何色の森？赤色、シンクの森。おう、まあいいじゃん。え、あれ？いやめっちゃ熱い。ガストがやばいので、ネザーゲートに囲いを作ります。おう？ちょ、ライン邪魔。やっぱり、ネザー拠点を作るのは大変だ。あ、基地置いた。猫丸お帰り。やっほう。シンクの森結構広かった。ほほう、なるほどね。っていうかなんだこのストライダー。うん、ストライダー？温まってるのかな？
なんでこのワールドは、木の上で飛ぶやつが多いのだろうか。な。ふう、これが爆散されたら面倒だった。花崗岩が不足しているので、取りに行きます。ネザーはやっぱり怖いなー。どうしたの？いや、ネザーゲートから出たら、クリーパーが出待ちしてた。マジか。これ録画してるよな？よかった録画してた。驚くべきことに、この現象2回目なんだよな。ちょいーん、作戦失敗かよ。やべえ、完全に殺す気だ。やべえ、ネザーゲート壊れちゃった。あ、マジ？逃げろー。ダメだ、あっちはやばい。仕方ない、戦おう。いやマジやばい。もうやばい、どうしよう。ふう、やった。ここら辺のガストの被害やばすぎでしょ。なんかネザーゲート増えてんだけど。ほんとだ。まあ、黒曜石安全に取れていいけどね。あ。そういえばナウエル？いるよ。今何してるの？することなくなった。ガストめっちゃ見てるって。え、ガスト、どこ？いないけど。後ろにいる。え、後ろ、いたわ。いやもうガストさん勘弁してくだせー。身も体もボロボロなんですー。あれ、玉吐いてこない。え、まさか見逃してくれる？おう、見逃してくれた。あ、嬉しさのあまりブロック置いちゃ。あ。あー、熱い熱い。なんかエンダーマン燃えてるし。あっちー。オラオラ絶対に倒してやるプレイヤーども。おう。おう？どこ行ったエンダーマン？ははは、後ろが倒してやる。何がしたかったんだこのエンダーマン。目の前で燃え尽きた。あ、まだいた。かかってこいやエンダーマン。いや待って、やばくね？血を死にすぎでしょ。うん、かつてないほど死んでる。あとさ、ゲートの出口がずれた。うん、だるいやつだよね。うん、どこやねんここ。はい、増えました。そしてまた増えました。ここにある黒曜石集めたら合計50個くらいになる。そろそろ自分の家も作らないと。基地を、ネザー攻略行くよ。ええー、これから家作ろうと思ったんだけど。俺このワールドで初めてネザー来たかも。ナウ、このワールドで何もしてなくない？今のところ、スイートベリーのナウさんの印象しかないよ。はい、着いた、クリムゾンフォレスト。これからすることは、周りの探索かな。できれば青いキノコが欲しいな。なんで歪んだキノコ？え、まず釣り竿でしょ。そしてストライダーの繁殖とか。え、あとは木に成長させたりとか。俺らが知らないことをさらっと。え、知らないの？老害ですので。あ、青いキノコ発見。道が険しい。そういえばみんな食料何？パン。え、肉かな。僕スイートベリーなんだけど。すげえ、マグマのカーテンだ。ほんとだ。はい、それ以外何もありませんでした。周りはマグマに囲まれてたし、サドルを入手してからまた行こう。ちょ、お前近くね。それはこっちのセリフじゃい。は、どこだよここ。やっぱりここに出るのか。僕はここに出ては、拠点に戻るを4回繰り返したからね。拠点どこだよ。ああ、こっちだよ。ツリーハウスのおかげで戻りやすい。確かに、夜になると光るからさらに、目印としては完璧だね。さすがツリーハウスのナウさん。ここら一体削るから、家の位置変えてくれる？あ、はい。キッチーハウスの建てる場所は、どこがいいかなー。キッチーハウス。あの島とか良さそうだなー。ということでこの島が、こうなりましたとさ、ここに橋なんか架けるのもいいかもねー。この島はキッチーアイランドと名付けよう。どんどんキッチーシリーズが増える。待って、蜂の巣が出てきたんだけど。蜂の巣が？うん、苗木から成長させたら、お子様セットについてくる、おもちゃのごとくついてきた。実はこの現象、ネザーアップデートに追加された要素で、苗木を植えた半径2マス以内に花があると、5% の確率で、蜂の巣も一緒についてくるようです。
こんなこと知らずに、偶然花の近くで苗木を植えて 5% を引き当てるって、やはり蜂と因縁の関係なのだろうか。そしてちゃんと死にます。ウェイスケルブーン。ひとまず、完成。まだ外観しかできていませんが、将来的に作っていく予定です。建築中に、猫丸とナウさんが、村を見つけたらしいので、次回、ネザーで繋げたいと思います。ということで、最後は新しいエモートで終わります。